どうもお疲れ様です。吉田さん。今日はね、NFP が来てくれたんですけども、イリュージョンでお会いしましたよね。で、あの時は東京で、さとこさんも一緒にいたと思います。時が経つのは早いもんです。それから明日はね、あの、YIBCYBIC の安春が来るんですよね。こうやってね、隠居暮らししてても、未だに弟子がこうやってね、訪ねてくれる。嬉しいなと思いますね。 吉田さんもいろんな方がねいらっしゃると思いますけどもそう考えたら場所は関係ないかなともちろん私は広島市内吉田さんは東京都内にいた方がまあ来る人の頻度って高くなったと思いますけども逆にいっぱい来られてもねうんあの地でもわざわざやってくるぐらいのお互いに会いたい人なら受け入れたいですよねうんまあそういう風なねあのまさに自分の思う通りの人生がそこに待っていたと インターネットのおかげでありがとうって感じでしょうかねじゃあそろそろマトくん帰ってくるんで行ってきます